はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで、今回なんですけど、今こちら、4人いると思うんですけど、今回、2対2で、普通に、まあ普通っていうかね、バウンティの勝負をしたいと思います。で、まあ普通にね、2対2でやってもあれなんで、今回通常攻撃しかできないチーム VS スキルしか打てないチームで、対戦したいと思います。でも、もう単純ですよ。スキルしか打てないか、こう通常攻撃しかできないかで、もうルールはもう今までと全く一緒。どんなルールでも、今までのルール通りでやるっていう感じです。で、今回、まあ、僕、サンズ側ですね。サンズ側が、スキルしか打てない。そして、オーシャンズ側が通常攻撃のみということで、それでやっていきます。というわけで、今回、一緒にやってくださる方は、まず、この方。こんにちは、土の子です。もう定番になってますけどね、僕、また頑張ってね、今回はなんか通常攻撃だけみたいなんで、ゾロ使おうと思ったらね、ゾロは禁止になっちゃったんで、マルコでね、頑張ってみたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとゾロはね、ちょっと強すぎるんでね。強すぎだもんね。本当に土の子さん、いつも皆勤賞ぐらい、ありがとうございます。本当に。いえいえ。じゃあ、次の方。はい、どうも、ダライアングルです。よろしくお願いします。ダライアングル解明した？あ、名前なんか似てるね、俺だって。解明したか？あ、解明しました、はい。ダライアングルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか一瞬ちょっと今声が漏れましたが、残り最後の。あ、はい、宇宙から来ました、アキランゴ隊長です。決して怪しいものではございません。よろしくお願いします。ね、もういきなりもう爪痕残そうとしてるじゃん、もう。爪痕残そうとして、ちょっと。このゲームに関してはだいぶ初心者なんで、ちょっとこういうところでね。あ、なるほどね。というわけで、まあ見ての通り、アキランゴさんが本当に今もう、本当にね、ちょっと、急遽実はもう、チュートリアルとか始めてもらって、かなりちょっとご無理を言って、ちょっと参加してもらった関係で、まあ一応ルールを、まあ知ってて、まあある程度の動きはわかるっていう状態なので、まあ、なので、一応ランク的に僕とアキランゴさんチーム、で、ツチノコさんとダイダラさんチームでやりたいと思います。はい、ダライアングルです。はい、よろしくお願いします。ダライアングルめんどくせえなこいつね、そのやるんで、だから土の子さんとダライアングルさんは通常攻撃で、はい、僕とアキランゴさんがスキルでいきましょう。はい、で、皆様にはね、事前に言ってなかったんですけど、3人には、負けたら僕10連やります。はい、じゃあいきます。もういつもよ、おなじみよ。実はあと2本ぐらい取るんだけど、その2つも負けたら10連やるわ。大変だね。もう全部負けたら1万円分よ。いくよ、これから負けたら1万円で行こうよ。やるぞ。だから明野さん絶対勝ちましょうね。いや、ちょっとなんか負けてもいいかなって気持ちになってきちゃった今。いや、やめて、明野さんも10年引いてもらうわ。じゃあ、えっ、ガチャ動画見たいです。出してくれるとかね。いやだ、出さん。行くぞ行くぞ行くぞ。行きますよ。はい、ではスタート。よし、間違えて、ね、まあ、もし間違えてちょっと通常攻撃したり、ね、ちょっと間違えちゃっても、まあちょっと見逃す感じにしましょうね。もし間違えて打っちゃったりしても、ね、うん、あ、間違っちゃったでスキルっていい。それはいっぱい間違えちゃうかも。それは10秒止まってもらって。確かに、皆さん見てこれ、クラッカー強いでしょ、今回のこのスキル縛りでは多分。わ、いいな、いけい、ビスケットヘイが行くからね、かなり来ますよこれ。いや、でもカイドウの通常攻撃怖いな。ぶっ潰してやろうぜあいつを。アキランゴさんがロビンね。はい、ロビン頼むよ。スキル使ったことない、使ったことあります？僕も全くわかんない。わかんない、僕もみんなわからない、わからない。未知よ、未知ほど怖いことないからね。よし、行くぞ、このクラッカーの強さをよろしく。よろしくお願いします。あ、危ね、今危ね、通常攻撃突入しちゃった。クラッカー通常攻撃の方が早いからさ。じゃあちょっと抜いてもらっていいですか。オッケー。 A 旗とちょっと B 旗もお願いしていいですか。僕ちょっとオッケーです。おいおい、おれ、いいのか。あ、ビスケットへ、行っちゃうよ。よーい、バイバーイ。じゃあねー、俺壊していいよ、壊していいよ。あー、壊していいのにもう。はい、これ抜けないか、さすがに抜けんか。はい、今打てるんじゃない？ほら、よし、どうだどうだどうだ、どうで、はい、行け、ビスケットヘイ、いけ、ビスケットヘイ、くそ、やばい、まずい、よし、ありがとう、佐藤取ったぞ、一回離れるわ、ダメだ、いや、これくそ、マルコ、
横澤マジでいいよ、ありがとう。さあビスケット愛が復活したら全てが終わるぜ。ちょ、抜いてこ抜いてこ抜いてこ、これ抜かないと。オッケーオッケーオッケー、ちょっと待って、はい、行け、ビスケット兵、ビスケット兵、よしよしよし、いけ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 、時間稼いで、ほんと、なんだったらもう、なんだったら壊してくれた方が、壊してくれた方がいい、壊してくれた方がありがたいんだけど。オッケーオッケー、そしたらすぐスキル打てるから、とりあえず抜いて、まずい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 よこれ、スキル打てない、よし、行くぞ、ダメか、惜しい、あーしまった、やばいやばいやばい、吹っ飛ばしたけど無理だな、これ無理だな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 、ビスケット、ビスケット、いやービスケット打てんかった、まずい、クールタイムがちょっと長すぎるか、これビスケットへ、そうだね、クールタイム、まずいね、これ短縮、いやー、ちょ、青ちゃんだったら、おー、すごい、まずいまずい、やばい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 、まずいまずいまずい、あれまずい、クールタイムが大丈夫、大丈夫、抜ける抜ける、抜けはする抜けはするけど、抜けるよな、抜けるよな、オッケー、抜いた、今よ、すぐすぐ、くそ、いや、今、今撃たない、今撃たない、今撃たない、それはちょっとダメよ、それはダメよ、いや、大丈夫大丈夫大丈夫、それは大丈夫大丈夫、ねえ、打てないってこれ、旗抜けないもん、旗抜けんわ、スキルあれだと、はい、無理よ、旗を防げない、これ待って、ちょっとみんな助けて、あ、今いいよ、今のうちに、そう、今のうちに諦めたさん素晴らしい、ナイスナイス、これマジでいい、マジでいい、やばい、くく、痛い、クソ、やられたようで悔しい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 、ほら、おい、来いよ、ほら来いよ、かかって来いよ、さあ、ダメだ、無理だ、いったれ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 、通常攻撃でさ、だいたい基本的にあの緊急回避吐かせるんだけど、それできんからマジできつい、あの、あれができない、その引っ掛けができないからきついね、いや、まずいまずいまずい、まずいよ、アギランコくん、まずいよ、まずいよ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 、抜けないよ、どうしよう、これ誰か助けて、いやいやだいやだ、おりゃくそー、みんなビスケットへ、ごめん負けた、10連だ、無理これ無理無理無理これ無理だ、序盤やべえと思ったけど、いや、そうだね、最初あいい感じやんと思ったけど、やっぱりもうスキルを使った後がもうクールタイムがさ、クールタイムがきつかったですね、あとメダルもないからさ、そのクールタイム、要は短縮短縮がないから、うん、きつかったね、わかった、じゃあこれ今ちょっとダイヤがないので、またあの動画ね、あのつつのこさんは知ってると思うけどね、また動画外で、ね、おダイヤ勝ち込みで、そう勝ち込みで10連引くわ、当たるといいね、頑張ってね、うん、うん、心こもってないんだよ、もうみんな心当たるといいね、まあアキランコさんも引いてくれると思うんで、えアキランコさんも引く動画、ね、多分ね、あのアキランコさんのチャンネルもね、あの概要欄に貼っておきますので、多分アキランコさんだったらね、10連ガチャ引いてくれると思うんで、しかも貯めたダイヤじゃなくて課金したダイヤで引いてくれると思うんで、前向きに検討しますこれ絶対も引かないやつだもん、ダイダラさんがよく言うもん、ダイダラさんもそれ言うと絶対引かないから、いや引きます、全然引かないから、絶対この人引かないというわけでね、まあ、今回あのでも本当にあの急遽ね、特にアキランゴさんなんでも急遽そのチュートリアルから始めていただいて、ぜひぜひちょっとねアキランゴさんもバンティハマっていただいて、はいはい、うん、結構面白いなって思ったん で、まあ、やっていこうかなと思います、お願いします、多分うん、結構こういう感じでみんなと一緒にやることが増えてくると思いますので、ぜひねこれからもちょっと皆さんの、ね、この3人の名前を覚えて書いていただければなと思います、はい、まあ、土の子さんが次回からいなくなってるかもしれないですけど、はい、というわけで山田さん、はい、よければチャンネル登録をお願いします、しいやつや、はい、皆さんの、この3人のねチャンネル概要欄に貼っておきますので、ぜひ行ってみてください、じゃあ皆さんお疲れ様です、バイ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 、バイバイ、バイバイ、はい、というわけで、まあ10連、まあ10連というか負けてしまったので、10連引きたいと思います、無理や無理や、あれはキングとかだったらあれだったのかな、もうポンポンってなんかそのダブルクエアをして倒してのどんどん抜いていくみたいなことを、キングで方が良かったのかもしれんけど、まあとりあえずその後から言ってもね、あれだ、僕はクラッカーを信じただけなので、はい、あれなのでちょっと10連引いていきたいと思います、いやでもこれであれよ、シャンクス出たら、もうむしろありがとう。もうみんなありがとう。アキランゴさん、ダイダラさん、土のことありがとう。はい。もう負けさせてくれてありがとう。もうそんな感覚だから。では、行きたいと思います。
わい、よし頼むぞ、仲間がいる、仲間がいる、しかもロビンちゃん、あ嫌だよ、でもシャボン玉ある、あ頼む、赤以上でなんとか爆笑は避けれる、赤以上、ああよし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 、これでまあまあ爆笑はない、まあでも言うてたぶんバウンドは1体かな、この感じだとね、でしかも多分かなり確率は低い、まあフルエースになってようやくまあ青社の可能性があるかなぐらいな感じから、正直かなり厳しい状況なのは分かっているが、さあ頼むぞ、俺様を六刀流の八と知っているのか、あえて私は今ハッちゃんを喋るのを飛ばさなかったぜ、これによってトラップカード発動、青シャンクス召喚、いけ、必ず青シャンクスを召喚することができる、うはははははは、いけ、出ない、ブルーアイス、あーあー100レベル、コーラ50個ありがとう、ルフィのメダルに使うわ、サポートキャラ9、あのメダル全部9にしたいから、全部あのルフィのあれに使う、あのピンクのメダル、まあでもね、まあでも楽しかったからよかったよ。